街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。さあ、今夜の人生酒場は京橋にありますスナックルミナスさんにお邪魔しております。幸子ママ、よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。お店のね、この内装に合わせたママのこの服装が、花で赤、そうです、赤日なんで今日も赤きました。一人紅白歌合戦でございます。さあ、こちらちょっとかんちゃん、はい、お店の情報お願いしますよ、はい、こちらはですね、なんと今年の4月から京橋にオープンしたばかり、はい、まだ、はい、新米です。ほやほやじゃないの。そうなんです。でもママにはなんかこうキャリアを感じるんだけど。お店は新しいけど、はい、そうなんです、うん、はい、結構長いんですね、このお仕事は。そうですね、29歳から、はい、お商売を。じゃあ、つい最近じゃないの、それ。あ、下町ありがとうございます。そうなんです。そうなのね、はい、いや、だからこう、街の移り変わりとかね、はい、たくさん見てきた、はい、百戦錬磨のさっちゃんだと思うよ、あれは、はい、さあ、そして、はい、そしてですね、なんとこれは素晴らしいんですけど、お客様は神様です。そうですね、初代はそういう時代でしたので、低く低くさせていただきました。本当神様だよね、お客様。そうです、ね。いや、俺もね、東京でスナックたまちゃんでオープンしたのよ。実店舗、赤坂に。あら、どこにもインビテーションカードを送らないでオープンしたから、最初の2ヶ月誰もお客さん来てくれなかった。腕開けてくれて、もう嬉しくてね。わかります。抱きしめながらだよね。わかりますよ。嬉しいですね。嬉しいよね。でさ、ママね、はい、じゃあこのお店の、はい、この店名の由来だよね、はい、ちょっとお願いしたいと、はい、お客様に光をお店に入れていただきたいということで、光り輝く宝石という意味をつけさせていただきました。はい、やっぱりこういつも光ってね、いたいという、キラキラ、ね、まずはお客様に光らせていただきたいという願いを込めて、うん、ルミナスにさせていただきました。さあ、さっちゃん、じゃあ今日は何を歌ってくれるのかな。はい、ですね、愛のままで出ました。この歌はですね、娘を亡くして出るんですけども、亡くしてからいろんなことがやっぱりありまして、まあ、自分自身立ち直るために、そして、まあ、頑張って生きていくために、この歌をちょっと覚えて。あ、まあこれ、キラキラでいってくださいよ。よし、次お酒どこ行こう。次は、うん、ここがいいと思います。待て、選んでまた良さそうだね。よし、行っちゃおう。さようなら。大丈夫よ。